マグニシア県、マグニシア県はギリシャ共和国のテッサリア地方を構成する行政区ベリフェリア系の北の一つ。人口約21万人2005年。古代にはマグネシアと呼ばれた。県とはボロス。マグネシア県の名称はギリシャ中央部に位置するテッサリア地方の南東部に居住していたマグネテス人に由来している。また、古代のアナトリア半島。 現在のトルコにもマグネシア人が入植し、二つのマグネシアという都市を建設した。一つは現在のトルコのマニサであり、一つはイオニア地方のメンデレス川沿いにあった。滑石の鉱山があり、滑石から作られた白色の粉はマグネシアと呼ばれた。ここからマグネシウムの語源となっている。マグネと磁石の語源であるとする説もあるが、これには異説もある。 マグネシア県は、地理的には、二大都市であるアテネとテッサロニキのちょうど中間に、位置する。マグネシア県の南西部は、フティオキダ県、西部及び北部は、ラリサ県と県境を接し、東部は、エーゲ海に面している。マグネシア県の東には、スポラデス諸島が所在する。リゾート地で有名なや、自然豊かなスコペロス島、地中海モンクアザラシなどが生息する。 自然公園があるアロニソス島などの島々は、かつてマグネシア県に所属していたが、現在は別の行政区、スポラデス県となっている。毎年200万人を超える観光客が夏季を中心に訪れる。マグネシア県東部のピリオ半島には、県最大の山であるピリオ山がそびえる。また、県北東部のラリサ県との県境には、マウロブに山脈が走っている。 フテオおきダ県との県境には、オトリス山がある。ピリオ山やケンタウロス山は、自然景観が良好で観光の名所となっている。また山頂や中腹には、聖人や生仮免女、マリアを祀る教会が立ち並んでいる。これらの教会には、古代の遺物や中世以前の遺魂画などが残されている。県内には、アルミロス平野とボロスイコールベレスティノヒラノという二つの、 平野が広がっている。県内に大きな川がないために水路は発達していないが、ピリオ山からはアナブロス川、プラタノーレーマ川、クシリアス川という小さな川が流れる。県北部にはカルラ湖がある。また、スルッピワン付近には湿地帯が広がっていて、多種の渡り鳥が見られる。この湿地はアルミロス近郊の低地に茂る奈良の森林とともに、 保護地域としてに登録された。海岸部には地震による陥没によって形成された有名なパガシティコス湾が広がっている。人口3000人以上の都市、集落は次の通り、県下最大の都市はテントである、港湾都市ボロスである。ボロスはテッサリア地方第2の都市であり、ボロス港はギリシャ国内で3番目に繁栄している商業港となっている。 カリクラティス改革2011年1月施行以前はボロスに加えネアヨーニアやヨルコスを加えたボロス都市圏、約14万3000人には県人口の約70%が集中している県人口の大半が県東部とパガシティコスワン沿岸に集中しているとも言える県の平均気温は摂氏17度であり平均降水量は 年5 4 0ト、mm、ルである。8月には気温が摂氏37度から摂氏38度ぐらいまで上昇することもある。気候は県内で最があり、パガシティコスワン沿岸ではやや多湿であり、ネアイオニアではやや乾燥、ベレスティノやアルミロスでは大陸性な気候となる。ヘシオドスのギュナイコーンカタロゴスによるとデウカリオーントピュラーの娘であり、 ヘレエムの姉妹であるパンドーラーは、ゼウスとの間に、ギリシア人の祖とされる息子、グライコを生んだ。一方で、同じく、デウカリオーオンとピュラーの娘トゥヤーは、ゼウスとの間に二人の息子、マグネースとマケドノスを設けた。この二人は、ヘレエムの三人の子である、ドーロス、クスートス、アイオロスと共に、ギリシア世界を形成した古代民族の子祖とされた。 現在のマグネシア県にあたる地域は、マグニエスが支配したとされたためにその名が付けられた。また、神話の英雄であるヤーソー・オーミア、ペーレウスとその子、アキレウスの故郷としても知られている。磁石を意味する英語のマグネットは、ギリシャ語でマグネシアの石を意味するグニティスリトスに由来するという説があるように、この地域では、鉄鋼や磁鉄鋼だけでなく、マグネシウムやマンガン。 双方とも名称はこの地域に由来するが算出されることが古くから錬金術師たちに知られていた。紀元前7世紀以前のにはマグネシアの都市国家も植民都市を建設し、リディア地方のスピル山、の麓やイオニア地方のメンデレス川沿いにマグネシアという都市を建設した。前者はゲントルコの都市マニサである。紀元後5世紀には 現在のマグネシア県の地域にキリスト教の教会が存在していた。それは第三回公会議の議事録にデメトリアス主教のクレオニコスという人物が連名していることからわかりえ。この時代にはキリスト教が著しく浸透し、県内のネアアンヒアロスには5つものバージリカが建設された。その後、一般的に神霊主義が広がりを見せると、 伝統となったペリオリティカと呼ばれる建築様式の寺院や教会、修道院などがピリオ山に多く建造された。これらは今でも数多くこの地域に残っている。現在のマグネシア県は1947年にラリーサ県から分割して創設された。2006年には県内で大規模な洪水が起こり大きな被害を受けた。マグネシア県は以下の自治体、ディモス。 市から構成される。人口は2001年国勢調査時点。3、アロニソス、7、8、スコペロスの各市は、スポラデス県に所属する。カリクラティス改革、2011年1月施行以前の、広域自治体、ノモスとしてのマグネシア県は、以下の基礎自治体、ディモス及び、キノティタから構成されていた。改革後、旧自治体は新自治体、ディモスを構成する。 行政区、リモティケのノティタとなっている。下表の番号は、渦と対応している。成長所在地欄で太字になっているものは、新自治体の成長所在地となったものを示す。脇ノティタ。県には、以下の三つの郡エパルヒアがあったが、2006年に広報的な位置づけは行われていない。19世紀後半に鉄道が敷設された。アテネとテサロニキを結ぶ。 国道1号線が県内を通過しており、欧州自動車同時 E75 号線にも指定されている。ボロスの南西、約 20km のネアンヒアロスに空港、ボロス空港、中央ギリシャ空港とも称されるがあり、他のヨーロッパ地域とを空路でつないでいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。